続いてはフィギュアスケートです、はい、アイスダンスの村元高橋組が、今日 SNS で新プログラムを発表、フジテレビの取材にその思いを語ってくれました。みんな選曲聞いたらえってなると思う。みんなびっくりする。聞こえめっちゃかっこいいですか。マスクよりしんどいんじゃないかな。マスクしんどいんじゃない。昨シーズンアイスダンス競技会デビューを果たした村元高橋組。リズムダンスはジムキャリー主演の映画マスクを演じ、観客を魅了しました。期待高まる結成2年目のシーズンに2人が選んだプログラム、それは日本っぽくてテーマを探して行ったらそれに高まっていったってことだ。曲は2曲編集してて、最初の一つは相談無事で2曲目がことっていう曲。なんと2人が選んだのはソーラン節と和楽器の琴を用いたヒップホップ調の曲。ソーラン節は北海道を代表する民謡で、漁師が魚を水揚げするときに歌われた曲。波とかそういう大きい動きをイメージして、漁師魚になったりしてる、波になったり魚になったり。本当に大体もああいうのやっていただいてますか。高橋のアイディアがたくさん詰まっているという今回のプログラム、その見どころは。ミッドラインステップでいいのかが見どころかな。あれがバチバチに決まったらめちゃくちゃかっこいいと思う。リフトも見どころかも。男性が女性を持ち上げるエレメンツ、マスクでは回転しながらのリフトを披露しました。そのちょっとソーラン節のからの流れでこうリフト、ヒップホップに入る流れで入ってるんですけど、本当になんか魚が釣られてるみたいな感じのリフトをやってて、ユニークなリフトにはなってました。それも見どころかもしれない。2人が選んだプログラムには今年ならではのこんな思いがありました。一応オリンピックシーズンなんで、和のテイストを入れたら面白いんじゃないっていう話になって、それはやっぱ日本代表だからこそできるプログラムでもあるし、すごいトラディショナルなものだし、うん、なんか逆にそれを取り入れて、うん、素敵なんじゃないかな。2人の覚悟が伝わるこだわりのプログラム、結成2年目村元高橋組の勝負のシーズンが始まります。オリンピックまでその前の12月、そう、北日本で結果を出す、そうオリンピック予防じゃないので、全日本まで時間がないので、もうでなんかそのレベルアップの仕方を半端なくやっていきたいっていう、このシーズンと違う何があったのっていうくらいなものを見せていければ、うん、まず見せていくモチベーションでいればやっていける。意外な選曲でしたけれども、三田さんいかがですか。ね、モダンにアレンジされたソーラン節に後半にかけてはヒップホップ、はい、ということですよね。テンポ早いでしょうから、お二人が、ね、揃えていく難しさというのもあると思うんですけれども、お二人がどんなプログラムを作り上げていくのか本当に楽しみです、はい、そして高橋選手のアイデアがたくさん詰まっているということで、いやもうとにかくですね、フィギュアスケートの魅力、そして可能性をどこまでも広げてくれるんだなという、これからに本当にワクワクしています。はい、リフトとか楽しみですけれども、初披露は9月から10月の、みんな選曲聞いたらえってなると思う。聞こえめっちゃかっこいいです。昨日新シーズンへ向け新たなプログラムを発表したアイスダンスの村元哉中選手と高橋大輔選手、フジテレビのカメラだけにその気になる新プログラムの様子を公開してくれました。勝負のオリンピックシーズンに2人が選んだのはなんとソーラン節。すごいトラディショナルなものだし、逆にそれを取り入れて、うん、さらに演技後半には
テイストはガラッと変わり、ヒップホップを融合させた部分も。異例の挑戦も2シーズン目。さらに進化した2人が北京オリンピックを目指します。今シーズン全く違うんです。何があったのっていうくらいなものを見せていければ、まあ、見せていくモチベーションでいればやっていけるのかな。